姉川川口付近姉川は、日本の滋賀県北部を流れる淀川水系の一級河川。滋賀県米原市北部、岐阜県境をなす伊吹山地の新居山に発祀南流。姉川ダムを経由し、伊吹山の西で清流へ転じ、長浜市宮部長にて、草野川が合流する。長浜市南浜城で、琵琶湖に注ぐ。あゆにじますアマゴイワナなどの釣りが盛んである。 いぶき大根で知られる辛み大根が栽培され、いぶきば麦と共に食される。姉川に注ぎ込む足股川、いたな川の周辺には、田園が広がる。流域は、サザレイシ発見の地として知られている。原流域のいぶき山地は、季節風の影響により、周囲より積雪が多い。滋賀県内には81の天井川があり、 その最長が、姉川で天井側部分の長さは 8.1km と、姉川全体の4分の1以上が天井側となっている。また、長浜市で交流する高時川も 6.2km が天井側となっている。共に、水路式発電所である。元気元年6月28日には、織田信長、徳川家康連合軍と、浅井長政、 朝倉吉陰連合軍との間で姉川の戦いが繰り広げられた。戦場は現在の長浜市三田町、野村町付近である。2017年8月8日未明、台風5号の影響による大雨で姉川が長浜市大井町付近で氾濫し、一時住民約550人が避難する事態となり、床上浸水1個、床下浸水15個の被害が出た。 反乱場所は、県道263号の多い場所を通すために、堤防を一部切り取っている切り道しで、増水時には、拡材で閉鎖する立候だった。9月16日に切り道しは反乱の恐れが、ないように県によって封鎖された。2018年夏頃までに堤防をつなぎ完全に、閉鎖される。ありがとうございます。